それでは、フォーリンプレスセンター主催のオンラインプレスブリーフィングにご参加いただきました皆様、お待たせいたしました。本日のプレスブリーフィングを開始いたします。東日本大震災から間もなく10年の節目を迎えます。10日ほど前にも東日本大震災の余震とみられる大規模な地震が福島県沖で発生し、10年前の大惨事が我々の頭をよぎりました。そのような中、本日は大変お忙しい日程をやりくりしていただいて、平沢勝栄復興大臣にご参加いただき、復興の現状と課題についてお話しいただきます。大臣は事前に皆様にお届けした英文資料、10 years after the Great East Japan Earthquake をに言及をされつつお話しいただくことになっておりますので、どうぞ皆様お手元にご用意願います。本日の通訳者は株式会社サイマルインターナショナルの永井真理子さんと森岡幹夫さんです。まずはじめに平沢大臣から約30分間ほど英語の同時通訳付きでお話しいただき、残りの時間は逐次通訳付きの質疑応答に当てさせていただきます。質問については画面下に Q&A のアイコンがありますので、こちらから質問を書き込むか、もしくは質疑応答の時間に画面下の手を挙げるのボタンを押してください。Q&A への書き込みはブリーフィング時間中でも結構です。それでは平沢大臣、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。復興大臣の平沢勝栄でございます。本日は東日本大震災から10年、平沢大臣が語る復興への新たな取り組みというテーマでお話しする機会をいただきました。小玉理事長をはじめ関係者の皆さんに心からお礼申し上げたいと思います。今年は東日本大震災から10年という節目の年にあたります。震災によって亡くなられた方々に哀悼の意を捧げるとともに、今なお避難生活を続けておられる方々に心よりお見舞いを申し上げます。皆様にお配りしている資料の3ページ目をご覧ください。発災直後から現在に至るまで、さまざまな形でご支援をいただきました。160を超える国、地域や40を超える国際機関にこの場をお借りしまして、改めて心から感謝を申し上げます。発災から10年の節目を迎えるにあたり、復興庁においても様々な事業を計画しております。その目的の一つは、世界各地からの支援に対する感謝と復興しつつある被災地の姿や魅力を国内外に発信すること、そしてもう一つは、復興の取り組みから得られた教訓、知見を共有し、今後の大規模災害への備えとすることであります。そうした企画の一環として、3月上旬に東北の今と未来、そして教訓・知見の共有をテーマとするオンラインシンポジウムを開催いたします。その機会に合わせて、フォトコンテストや復興俳句コンテストの表彰も行います。さらに、発災から10年を機に、復興庁のホームページ上に新たに東日本大震災発災10年ポータルサイトを開設し、日本語と英語で発信しておりますので、皆さんにもぜひご覧いただければと思います。これについては資料の4ページ目をご覧ください。さて、私は昨年9月に復興大臣を就任して以来、福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なしとの強い決意のもと、現場資料第一としてこれまでに被災各県を合計19回訪問してきました。そうした中で、岩手県や宮城県の沿岸部を中心とする地震・津波被災地域では、住まいの復興やインフラ整備などは順調に進み、今や復興は総仕上げの段階にを迎えていると言えます。また、福島における原子力災害被災地域にあっては、復興・再生に向けた動きが本格的に始まっているのを目の当たりにしています。他方で今なお長期にわたり
不自由な生活を送られている方も相当数おられます。今後は被災者の方々や被災地の置かれた状況が多様化する中で、心のケアなどの被災者支援などに地域の実情に応じてきめ細かく対応していく必要があると考えています。また福島県の原子力災害被災地域では、住民の方々の帰還に向けた生活環境の整備や他の地域からの移住定住の促進、また新たな産業基盤の構築を目指す福島イノベーションコースト構想の推進、根強く残る風評の払拭など、それぞれの地域の復興の状況を踏まえながら取り組むべき多くの課題が山積しています。こうした課題に対して引き続き国が前面に立って力を入れて取り組んでいく必要があると考えています。こうした中で、政府が第一期復興創生期間と名付けた2016年度からの5年間が2020年度をもって終了いたします。はじめに第一期復興創生期間内における具体的な取り組みと成果についてお話ししたいと思います。まず資料の5ページ目をご覧ください。地震津波被災地域においては、災害公営住宅と住宅用宅地の整備が昨年12月末に完了し、仮設生活は令和2年度で全て解消されることとなりました。仮設住宅から高級住宅に移行する被災者の方たちに対しては、心のケアやコミュニティ形成など地域の実情に応じたきめ細かい対応を着実に進めてまいりました。なお、こうした取り組みを進めるにあたって、国や自治体のみならず、企業、大学、NPO、ボランティアなど多様な主体の活躍があったことを忘れてはなりません。私たちは民間の人材やノウハウを最大限活用しながら、被災地において地方創生のモデルとなるような取り組みを推進してきました。次に資料の6ページ目をご覧ください。太平洋沿岸地域を南北に伸びる復興道路と沿岸部と内陸部をつなぐ復興支援道路の路線全長約570キロが一部区間を除いて2020年度内に全線開通する見通しとなりました。そして被災自治体による防災集団移転促進事業の移転元地の活用などの取り組みを推進してまいりました。産業、なりわいの復興については、企業活動の再開継続や工場などの立地を支援するための取り組みを行ってきたことなどにより、生産活動の状況を表す製造品出荷額等が震災前の水準まで回復しました。失われた販路の回復などの課題に適切に対応するなど、被災地の声をよく聞きながら引き続き力を注いでいきたいと考えております。次に資料の7ページと8ページ目をご覧ください。観光業については、観光復興関連予算を活用し、観光庁など関係省庁と密接に連携し、東北地方の観光振興支援を力強く推進してきました。その結果、東北の外国人延べ宿泊者数は令和元年に168万人泊となり、令和2年までに150万人泊とする目標を上回りました。次に資料9ページをご覧ください。原子力災害被災地である福島については、帰還困難区域においては、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域のすべてを避難指示解除し、復興再生に責任を持って取り組む、こういう決意のもと、可能なところから着実かつ段階的に政府一丸となって帰還困難区域の一日も早い復興を目指して取り組んできました。その結果、昨年3月4日時点で、帰還困難区域を除いた全地域で避難指示解除が実現し、避難指示区域全体の約 70% が避難指示解除されました。避難指示が解除された地域では、医療、介護、買い物環境、
教育などの生活環境整備が進むとともに、除染に伴い発生した除去土壌や廃棄物の中間貯蔵にかかる事業が着実に進捗してきました。現在、福島県の避難指示区域は県全体の面積の約 2.4% となっています。これをゼロにするのが我々の務めであります。資料10ページ目をご覧ください。福島県浜通りでは、新たな産業基盤の構築を目指す福島イノベーションコースト構想の実現に向けて、廃炉、ロボットの拠点整備や研究開発プロジェクト、産業集積、人材育成などに取り組んできました。昨年3月末には、福島ロボットテストフィールドが全面開所するとともに、世界最大級の再生可能エネルギー由来の水素製造実証施設、福島水素エネルギー研究フィールドが開所しました。復興庁は、設置された当初は、発災から10年間という次元的な組織でありましたが、昨年6月の法改正によりまして、設置期間が2031年3月まで10年間延長されました。延長された10年間のうち、今年4月に始まる2021年度から2025年度までの5年間は、第2期復興創生期間と名付けられました。私たちはこの期間を被災地の目立つ自立につながり、地方創生のモデルとなるような復興を実現していくという第1期復興創生期間の理念を継承し、その目標の実現に向けて取り組みを前に進めるための期間と位置づけています。具体的には、地震・津波被災地域においては、国と被災地方公共団体が協力し、心のケアなどの被災者支援をはじめとする残された課題に全力を挙げて取り組むことにより、復興事業がその役割を全うすることを目指しております。このため、復興庁の現地事務所である岩手復興局と宮城復興局を今なお課題が集中しています沿岸部に移すことにしています。そして地方創生の施策等を活用することにより、コミュニティを再生し、持続可能で活力ある地域社会を作り上げる取り組みを進める予定です。一方で、原子力災害被災地域の再生復興には、中長期的な対応が必要であります。このため、今申し上げたような地震・津波被災地域と共通する取り組みに加え、第2期復興創生期間においても、国が引き続き前面に立って、本格的な復興再生に向けた取り組みを進める予定です。具体的には、農林漁業者の再建や福島復興再生特別措置法が昨年改正されたことを踏まえた新たな住民の移住・定住の促進に対する資する事業などであります。このうち農林漁業者の再建は重要な課題であります。農業分野では農地の大区画化、利用集積などを進めてまいります。加えて市町村を超えて広域的に生産・加工等が一体となった高付加価値生産を展開する産地の創出を図ることとしております。また、森林・林業分野では放射線物質対策と一体となった森林整備、特有林産物の産地再生等に取り組んでまいります。水産業分野では福島県における本格的な操業再開に向けた支援に加え、水産加工業の販路の回復・開拓等に取り組んでまいります。移住・定住の促進につきましては、住民の帰還に加え、新たな住民の移住・定住の促進等に資する施策が追加されました。その具体化のため、地方自治体の実勢に基づく事業への支援と、移住者等に対する個人支援の2つからなる移住・定住の促進事業について、政府の予算案に盛り込んだところであります。地域の魅力や創意工夫を最大限引き出しながら、新たな活力を呼び込めるよう、積極的な施策を講じてまいります。
アルプス処理水につきましては、現時点で処分方針の決定時期は決まっておりません。引き続き関係者からのご意見を踏まえ、適切なタイミングで政府としての責任を持って風評対策も含め結論を出していくことにしております。どのような処分が行われるとしても、できる限り風評影響が生じないよう、政府として関係者や国民へ継続して丁寧な説明を尽くしてまいる予定であります。最後に、第2期復興総裁期間までの復興財源フレームですが、事業規模については2011年度から2020年度までの 31.3 兆円、第2期復興創生期間の 1.6 兆円程度を合わせて 32.9 兆円程度と見込んでおります。これに対し、財源につきましては、復興特別所得税収や税外収入の実績を踏まえますと、32.9 兆円程度となり、事業規模にほぼ見合うものと見込んでおります。第2期復興創生期間の各年度の事業規模を適切に管理し、精度の高い予算とすることで、効果的かつ確実に復興を進めてまいる予定です。特に第2期復興創生期間初年度となる令和3年度の予算、本年度の予算につきましては、復興庁所管分の合計額は6216円となっており、その内訳は、被災者支援に362億円、住宅再建復興まちづくりに540億円、産業なりわいの再生に459億円、原子力災害からの復興再生に4673億円、創造的復興に132億円となっております。このうち創造的復興というのは、単に被災地を震災前の状態に戻すのではなく、福島イノベーション構想の推進、国際教育研究拠点の構築、移住等の促進、高付加価値産地の形成等にかかる取り組みといった創造的復興を実現するための予算であります。この創造的復興にある事業が被災地の復興をさらに前に進めることを期待しております。次に国際教育研究拠点についてご説明したいと思います。資料の12ページをご覧いただきたいと思います。復興庁では福島県や関係省庁とも連携し、同県の太平洋沿岸地域、いわゆる浜通り地域などにおいて、新たな産業基盤の構築を目指す福島イノベーション構想構想を推進してきました。これまでに福島ロボットテストフィールドなどの整備を含めた主要プロジェクトの具体化に加え、産業集積や人材育成、交流人口の拡大などに向けた取り組みを政府一体となって推進してきました。これをさらに発展させて、復興創生を政府のイニシアチブによって長期にわたってリードしていくため、創造的復興の中核拠点として、研究開発と人材育成の中核となる国際教育研究拠点を新設することといたしました。本拠点では、国内外の英知を結集して、福島の創造的復興に不可欠な研究と人材育成を行い、発災国の責務として、その経験、成果等を世界に発信して共有していく予定であります。合わせてそこから得られる知をもとに、日本の産業競争力の強化や、日本や世界に共通する課題の解決に資するイノベーションの創出を目指してまいります。現時点では、新拠点が取り組むべき主な研究分野として、ロボット分野、農林水産業分野、エネルギー分野、放射線科学分野、原子力災害に関するデータや知見の集積発信の5分野を想定しています。その上で重要なことは、これまでの分野縦割りの研究では
解決困難だった課題に対して学際的に融合させて取り組み、産学官一体の取り組みを通じて日本や世界の課題解決にもしっかりと貢献できる拠点とするべきだと考えております。本拠点の新設にあたっては国が責任を持って新法人を設置することとしています。その組織形態については復興庁を中心に関係省庁が参画する体制の下で検討を行い、本年秋までに決定することとしております。今後は2021年度中に本拠点に関する基本構想を作成してまいります。本拠点を世界レベルの拠点とすることができるよう引き続き取り組みを進めてまいります。最後に復興五輪としての東京オリンピック・パラリンピックの開催意義、風評被害への取り組みといったことについて申し上げたいと思います。資料の13ページと14ページをご覧ください。まず本年夏に開催予定の東京大会を復興五輪と位置づけているのは、東日本大震災発生時に多くのご支援をいただいた国内外の人々に感謝の意を示す思いと、壊滅的な打撃を受けた被災地の復興状況を見ていただきたいという願いからであります。新型コロナウイルス感染症が世界中で今なお収束の兆しを見せない中、東京大会の開催を不安視する声があることは十分承知しております。しかし東京大会については、日本政府は IOC のバッハ会長とともに必ず実現し、今後とも緊密に協力していくということで一致しており、感染症対策も含め準備をしっかりと進めているところであります。東京大会は復興五輪として被災地の期待も大変に大きいものがあります。3月25日に福島県の J ビレッジからスタートする聖火リレーや被災地での競技開催は、これまでの支援への感謝や復興しつつある被災地の姿を国内外に発信する絶好の機会となると思います。感染症対策を万全にした上で、安全安心な大会をぜひとも実現したいと考えております。私たち復興庁としても引き続き復興五輪を通じて被災地の方々を勇気づけ、復興を後押しできるよう全力で取り組んでいきたいと思っております。またこの機会に被災地東北の魅力を全世界に発信していきたいと考えております。東北には四季折々の美しい風景や美味しい食材などがたくさんあります。東北地方の良さを世界中の多くの皆さんにぜひ知っていただきたいと思っております。資料の15ページと16ページをご覧ください。ここからお願いですけれども、未だ根強く残っている福島県産品への風評について申し上げると、福島県は農林水産物に対して出荷前に徹底したモニタリング検査などを行い、結果を公表するとともに、万が一放射性物質の基準値を超過した場合においては市場に流出させないよう必要な措置を取っています。近年は基準値を超えた食品はほとんど存在せず、日本人の主食である米については2015年以降ゼロであります。しかしながら安全性に問題がないにもかかわらず、福島県産というだけで心理的な不安から消費者に選んでいただけないことがあります。海外にもその傾向が顕著な国や地域が存在していることは残念でなりません。中国、韓国、香港、台湾、マカオなどの国と地域は現在もなお福島県を含む日本の一部の地域の産品を対象とした輸入停止措置を継続しております。日本の近隣の国や地域であるだけに大変残念であり、また EU と英国、EFTA諸国、ロシア、シンガポール、インドネシアなど9の国や地域も日本の一部地域の産品を対象に輸出に際して放射線物質検査証明書等の証明書を求めることで一種の輸入規制を維持しております。科学的根拠に基づかない差別や偏見の撤廃は不可欠であります。他の産品と同様、
福島県産品にも安全性に問題がないことを私たちは発信していきたいと思っております。復興庁はこれまでもテレビ、ラジオ、インターネットなど多くの媒体を活用した放射線に関する正しい知識や福島の現状等についての効果的な情報発信を行ってきました。特に2020年度からは輸入規制の緩和撤廃も念頭に海外に向けた情報発信を強化しているところであります。3月中には放射線について正しい理解を深めていただくことを目的とした海外向けポータルサイト福島アップデートや被災3県の現在の姿を外国人の目で伝える海外向け多言語動画が公開される予定になっております。資料17ページをご覧ください。こうした努力もあって福島第一原発事故直後に輸入規制を導入した54の国地域のうち現在までに39の国地域での輸入規制の撤廃が実現しました。2020年に入ってからはフィリピン、エジプト、アラブ首長国連邦など5カ国が規制を全廃するなど着実に規制の緩和撤廃が実現しております。特に今年1月にはイスラエルが輸入規制を撤廃したことによりまして中東アフリカ地域で規制を維持する国はなくなりました。今後も復興庁が中心となり政府一丸となって科学的根拠に基づいた正確な情報を国際社会に対して丁寧に説明し国内外の風評の払拭に向けた取り組みを推進していきたいと思っております。今世界中で医療関係者をはじめとする方々がコロナとの戦いに文字通り命を削って全力で立ち向かっておられます。関係するすべての方々に敬意を表しつつ私は復興五輪としての東京大会が人類がコロナウイルスに打ち勝った証として開催されることを願ってやみません。そしてより多くの外国の方々に安心して東北を訪れていただければと思っております。最後に私たちは震災からの復興を通じてさまざまな事柄を経験し教訓を学びました。震災の記憶と教訓を私たちが共有し次世代につなげていくことは非常に重要だと考えております。また震災の記憶と教訓の共有と未来への伝承とともに国内外に向けた復興に対する強い意志の発信のための取り組みの一環として被災地の自治体との連携のもと岩手県、宮城県および福島県に国営の追悼記念施設を設置しまた震災遺構を整備しております。資料18ページをご覧ください。例えば去年の9月に福島県双葉町にオープンした東日本大震災原子力災害伝承館は地震津波および原子力災害という複合災害の記録と教訓を国や世代を超えて伝えるとともに復興に向けて力強く進む福島県の姿やこれまで国内外からいただいたご支援に対する感謝の思いを発信する施設であります。これらの施設には災害と復興の過程を示す記録や資料が展示されております。コロナ禍が収束し自由に地方へ旅行できるようになりましたら被災地を訪問する際にぜひとも皆様方にはこれらの施設を訪れていただきますようお願い申し上げたいと思います。これからも福島をはじめとした被災地をよろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。大臣、本当に、包括的な、ブリーフィングありがとうございました。それでは、これからは逐次通訳で進めてまいりますが、質疑応答のセッションに入りたいと思います。まず、ご参加の外国メディアの方への、からの質問をお受けしたいと思いますが、質問がある方は、両面の画面の手を挙げるボタンを押していただくか Q&A に書き込みをしてください。 Thank you very much, Minister. That was a very comprehensive presentation. We now would like to begin the Q&A session through consecutive translation. First of all, we will give the microphone to foreign media.
Those of you who have questions, please either click the raise hand button on your screen or input your questions in the Q&A section. 私が指名した方はマイクのミュート解除を確認した上でお名前とご所属を述べてから質問してください。I will appoint the next person to ask the question. So those of you who have been appointed, please de-mute your microphone, mention your name and affiliation before proceeding to your question. 質問はお一人一問でお願いいたします。Each participant is requested to ask no more than one question at a time. 質問は簡潔にゆっくりお話しください。司会者が音声を確認できない場合は次の方を指名しますので、この点はあらかじめご了承ください。When you ask a question, please be brief and speak slowly. If the MC cannot hear the voice of the questioner, we will pass on the right to ask the question to the next person and we would like to solicit your kind understanding for such proceeding. それでは質疑応答に入りますが、まず大臣、私の手元にですね、原子力の災害被災地の復興再生に関する質問が寄せられております。申し上げます。まず1問目はですね、アルプスの処理水の処理の関係で、オーストラリアの ABC コーポレーションのジェイク・スターマーさんからの質問があります。Minister, first of all, there have been questions already sent to us with regards to the reconstruction and revitalization of the nuclear disaster affected areas. The first question is submitted by Mr. Jake Sturmer of the ABS, Australian Broadcasting Corporation, with regards to the treated water of Alps. 大臣は質問も日本語で申し上げます。大臣はアルプス処理水については現時点で、処理分方針の決定時期は決まっていないというふうにおっしゃり、また適切なタイミングで、結論を出すということですが、今一度恐縮ですが大臣、発表のタイミングの見通しなりともおっしゃっていただけませんでしょうか。以上が質問です。Minister, in your presentation, you mentioned that at this juncture, the timing for decision making with regards to the Alps treated water has not been determined, and that the timing of the decision making will be decided at an appropriate timing, or the conclusion will be rendered at the appropriate timing. But once again, can you share with us, Minister, your prospects with regards to the timeline?For the decision making over Alps treated water. Thank you. はい、ありがとうございます。アルプス処理水の処分方針につきましては、いろんな方から質問、同じ質問を受けるんですけど、まだ決定の時期は未定でございます。Thank you very much for your question. I received very many questions similar to the question I just received regarding the treated water of the Alps. The timing for the decision is not decided yet. しかし、この問題はいつまでも延ばすわけにいきませんので、できるだけ早い時期に政府として責任を持って結論を出していかなければならないということで考えております。However, we can't just postpone the answer to this question forever. We must come up with the conclusion as soon as possible. So the government would like to be responsible in coming up with an answer to this question. That is what I'm thinking. どのような処分が行われることになるかまだ決まってませんけれども、しかしどのような処分を行うにせよ、風評被害というのは出る可能性がありますので、私たちは風評被害が出ないように、関係者、国民、それから世界に向けて、しっかりと丁寧な説明をしていく予定でございます。As I said, we have not decided upon what kind of disposal we are going to decide upon. But whatever kind of disposal activities we are going to decide, there is always a possibility of having harmful rumor or rumor-based misinformation. So we would like to offer elaborate, very
detailed explanation to the people concerned, to the people of Japan, as well as to the international community, so that we can avoid the creation of harmful rumors. ありがとうございました。大臣、はい、2問目ですけれども、次にフランスのルー・フィガロ氏のアルノ記者からの質問がございます。質問をじゃあ申し上げます、はい、先ほど大臣は福島県産の産品の安全性問題についても安全性に問題がないというふうにおっしゃいました。同時に引き続きまだ何カ国の国地域からはその福島産品の輸入制限あるいは輸入禁止措置が続いているという話がありましたけれども、改めてお伺いします。なぜしか現在に引き続きこのような福島産品に対する規制差別というのが行われているのか、それについての大臣のご所見を改めてお伺いしたいと思います。 Minister, thank you very much. The next question is from Reggie Arnault of Le Figaro, and this question relates to the produce from Fukushima Prefecture. In your presentation, Minister, you said that there is no problem with regards to the safety of Fukushima produced produceAnd yet, you also mentioned that there are still countries and regions that impose import restrictions and import bans. Why do you think that there are still discrimination on food coming from Fukushima? What is the reason, do you think? 福島の食品などについては、科学的根拠に基づいた正確な情報で、完全に安全だということは、まあ、実証されているわけで、ございます。Well, regarding food from Fukushima, based upon the accurate information, based upon science, it has been proven that they are completely safe. 具体的に申し上げますと、食品中の放射線物質に、含まれる基準値ですね。これは世界で最も厳しいレベルである1キログラムあたり100ベクトル、ベクレルに設定しております。これは国際基準よりはるかに厳格なものでございます。I'd like to be more specific about the numbers applied to the food safety. Now, regarding the standard value of the radioactive materials included in the food, our standard is very rigorous and very strict compared with the international standard. Our standard is that radioactive materials should be below 100 becquerel per 1 kilogram, which is much more strict than the international standard. 今先ほど申し上げましたように、今なお15の国地域がこういった差別的な、いわば規制を行っているということは、極めて残念でございまして、去年、中国の王毅外相が来られたときも、私の方から、これについてはぜひ、早く撤廃してほしいということを強く申し上げたところでございます。まあ、いずれにしましても、これは科学的な考え方に基づくというより、まあ、ルーモアですか、なんか悪いルーモアとか、そういった。まあ、偏見というよりむしろ誤解に基づいているんじゃないかなと思いますので、しっかりこの辺の事実関係の説明、これから宣伝、こういったことにしっかり努めていきたいと思っております。As I said in my presentation, there are still 15 countries and regions which maintain discriminatory restrictions over food from Fukushima, which is to my regret. Last year, when Foreign Minister Wang Yi of China visited Japan, I strongly appealed to him that this restriction should be eliminated as soon as possible. In any event, this kind of thinking is not really based upon the scientific thinking, but rather based upon the rumors. And I would say that the judgment to say such things would be not so much as a prejudice, but misunderstanding about the facts. So the important thing is for us that we should offer explanation, very elaborate explanation regarding facts.
ありがとうございました。大臣、原発の復興の関係でもう1点だけ、ニューヨークタイムズの、リッチ元子記者から質問が1点、森林に関係する質問がありますので、ちょっと、述べさせていただきます。はい、質問はですね、簡単です。大臣が、原発とその、いわゆる、放射能の残存流分のをその除去していく、その原子力そのの残存を除去していくためのカウンターメジャーについて言及されましたけれども、森林産業に対するいわゆる山林ですか、山林地域に対するその除染ということについて、もう少し、具体的に、どういう措置を取っていかれるのか、取っているのかということをおっしゃっていただけますでしょうか。Minister, thank you very much. There's one more question related to the nuclear disaster, and this one is from Ms. Motoko Rich of New York Times. You mentioned some of the measures for the radiation affected areas or the nuclear disaster affected areas, but can you describe and elaborate on countermeasures for especially targeting the forestry industry and decontamination measures targeting the forestry industry? Thank you.今福島は帰還困難区域ですね、立ち入りができないところがまだ 2.4% 面積の 2.4% 残っているんです。で、福島県は日本の都道府県で3番目に大きな県ですけども、その県の 2.4% がまだ残っているということは大変深刻な問題だと思っております。Currently, as I mentioned in my presentation, the 2.4% of the total area of Fukushima Prefecture still remains to be an area where return is difficult. People cannot go in. It's very difficult for people to go into those areas. Fukushima happens to be the third largest prefecture in Japan, and it is very serious that we still have 2.4% of the total area designated as areas where return is difficult.ただ、その 2.4% の多くは森林でございまして、森林は立ち入ることもほとんどないということで後回しになっているわけでございますし、除染というのは大変コストもかかることなので、ちょっと伸びていることは事実ですけども、いずれにしましても菅総理も言ってますけども、いずれは必ず誰もが自由に入れるようなそういった地域を作っていくと、これが私たちの考え方でございまして、時間はかかるかもしれませんけれども、いずれは全部すべての地域が自由に往来できるようになることになっております。The 2.4% of the Fukushima area, many of this area happens to be forest. So usually it is forest, so not so many people would frequently go in and out of such regions. That's why it's a fact that our approach, our program covering those areas were left behind or postponed because decontamination requires a lot of cost. So it's a fact that it's been postponed regarding those areas. Any event, as Prime Minister Suga said, we would like to set these areas as areas where anybody can freely go in and out eventually. This is the policy that we would like to pursue. It may take time, but eventually we would like to see all areas in Fukushima where people will have freedom of going in and coming out. ありがとうございました。大臣、次に震災復興全体に関する大臣のご説明についての質問が寄せられています。一つはですね、中国の人民日報の劉軍国記者の質問で、大臣はご説明の中で震災復興からの経験の共有、教訓を世界に発信をしたいということをおっしゃいましたが、具体的にもし一番今日本が世界に一番発信したい経験とか教訓ということは何でしょうかというご質問です。
The next question, Minister, is with regards to reconstruction in general. And the question has been submitted by Liu of People's Daily from China. Minister, you mentioned that you would like to share with the world experiences and lessons learned from the Great East Japan earthquake. But what do you think is the biggest learning experience and lesson learned that you would definitely want to share with the world? 今回の大震災から私たちは大変多くの教訓それから経験を学びました。教訓を得て経験もしました。でこれをですねぜひ日本だけじゃなくて世界の方々に共有していただきたいと考えております。Because of the disaster this time, we acquired so many lessons and we have went through a lot of experiences. By all means, we don't want to share only with the Japanese people, but we would like to share with the peoples of the world about those lessons learned and experience. この震災から私たちが学んだ教訓、経験というのはもういっぱいありまして、例えばですね、避難人の避難された方々、被災された方々、これに対する、まあ、いわば支援ですね、どういう支援をするかということでも、いろんな経験を積みました。それから、例えばいろんな被災地の復興活動、復興にあたってまして、NPO とか世界中からいろんな方が応援に来られてたわけですけども、そういった方々の協力関係についてもいろんなことを学びました。その他多くのことを学びました。Well, because of the disaster, we learned lessons, we gained experiences which are so numerous. For example, what kind of assistance would be most effective for the victims of the disaster or the evacuated people? We gained a lot of experiences regarding the appropriate assistance, the most effective assistance to these people. Another thing is that we had lots of cooperation from NPOs and a lot of people, a lot of organizations across the world who came to help in the process of reconstruction in disaster-affected areas. We learned how best we can cooperate with these entities and the people. This is another experience that we gained.そこで私たちはそのいろんな教訓ノウハウを学びましたのでそれをまとめてですねまず差し当たって、まあ、一種の本ではありませんけれども、報告書を作りましてそれを復興庁のホームページに公表する予定でございます。これはもうあと 1,2 ヶ月の間に復興庁のホームページに載せる予定でございます。そしていろんな事実、後から分かった事実があれば、それをまた追加して、どんどんこれを新しくしていく予定でございますので、ぜひ復興庁のホームページにこれを掲載しますので、大変に分厚くなりますけれども、掲載しますので、それをぜひ見ていただければと思います。So these are the lessons and know-how that we gained. We would like to compile what we learned into some form of publication. We won't call it a book, but we would like to formulate a report, which we plan to put on our website of Reconstruction Agency. This website, the report on lessons learned, will be done within 1 or 2 months from now. And if there are facts that we learn after reporting this lesson, we will update the report. So by all means, I hope that you will visit the website of the Reconstruction Agency. It's going to be a voluminous report, but I hope that you will visit our website and see the report. ありがとうございます。あと大臣、もう少し時間ございます。よろしく質問を続けさせていただきます。今、はい、手を挙げている記者の方がおられて、一人はフランクフルトアルゲマイネのベルタさん、お待たせしました。それからベルタさんの質問の答えをいただいた後、続いてラジオフランスのカリン石村さんにも質問をしていただきたいと思いますので、しばらくお待ちください。Thank you.
Well, very much, Minister. We have received a few more questions, and since we have more time, let us continue with the Q&A session. Thank you for waiting, Mr. Welter of Frankfurter Allgemein. And after we deal with Mr. Welter's question, we would like to address the question by Ms. Karin of French Radio, Radio France. Hello, do you hear me? This is Patrick Welter, Frankfurter Allgemeine Zeitung. 大臣、声は聞こえますでしょうか、はい、私はフランクフルターアルゲマイネ新聞のベルターと申します。はい。Minister, thank you very much for your presentation.、The government spent a lot of money to, for reconstruction the areas that were devastated by the tsunami. Do you think that this money would have, could have been used more better?Instead of helping these small villages, and how long do you think that you will need to pump public money into these areas? How do you want to prevent that this will be some kind of never-ending subsidy, as the reconstruction seems to be finished pretty soon, as you told us? Thank you. どうもありがとうございます。大臣、今までにかなりの多額の資金を政府としては津波被災地の復興につぎ込んできたところであります。この多額の資金をつぎ込んだところではありますけれども、こういった小さな市町村を支援するよりも、より効果的な用途があったのではないかというお考えは頭をよぎらないでしょうか。こういった公的資金の注入に関してはいつ頃まで続くんでしょうか。終わりなき補助金、助成金の積み込みというような印象も受けるところではあるんですけれども、先ほど復興は間もなく完了ということもおっしゃいましたが、いつ頃まで続くんでしょうか。以上です。復興の予算ですね。これまでに30兆円を超えるお金を使っているんですけども、その多くはむしろハードの面で、例えば道路とか橋とか新たに公園を作ったりとか、そういった面で使ってますので、これはそれからあと防災で、これ要するにもうこういった災害があっても大丈夫なような町づくり、こういったのに使ってますので、決して無駄なお金ではなかったと思っております。よろしいんですか。すみません、通訳の方、音声が消えてますので、もう一度お願いします。通訳の方、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあ、大丈夫です。聞く方は聞こえてますので。Regarding the reconstruction budget, hitherto 30 trillion yen, over 30 trillion yen was spent. But much of that money was spent for the hardware, like building bridges, building roads, and building parks. And another expenditure was made for the town building or cityscaping, like creating cities and towns which will be resilient against disaster risks. So I don't think the money we spent hitherto was not so wasteful. これから私たちが使う予算の多くは、例えばソフトの面でございまして、例えばですね、まだ避難している方も大勢おられますし、被災に遭われた方で、非常にお困りの方も大勢おられるわけですけど、そういった方々を支援する、要するに心のケアですか、こういったことなどに使っていく予定でございます。Now, going forward, the money that we will spend from the budget will be directed more toward the softer aspect of the assistance. In other words, there are still many people in evacuation. There are many people who are suffering in dire strait. So we would like to provide assistance to these people in predicament, including the mental health care. ただですね、こうやっていろいろと復興をやってきまして、反省点の一つとしては、被災に遭われた方、被災に遭われた方が、例えば住居をあれしてほしいとか、高台を作ってほしいとか、いろいろ言われて、それも、もちろんそれでいいんですけども、実際にこれができたときには、それを利用される方がずっと減っていると、当初予定したより減っていると。だから空き地ができてしまうということが起こってしまったんですけど、これなぜかというと、時間がかかっている間に、その被災された方のお考えが
お気持ちが変わってしまうんですよというようなこともありましたけども、これは一つの反省点でございます。However, there are still lessons that we learned from what we did hitherto. You see, one point is that disaster victims are demanding houses, they are demanding the construction of higher grounds and so forth. It's fine that they would demand safer places. However, the reality is that when these requested things are completed, there are less number, smaller number of people who are actually utilizing the completed infrastructure or the construction, smaller than the originally anticipated. And then the areas provided for them or the buildings that we built for them would remain vacant and unused. The reason is that as the time goes by and the time is spent for constructing those buildings and places, the victims may have second thought. Victims may have change of heart. And this is something that we will have to attend to going forward. This is the soul searching point for us. はい。ラジオフランスのどうぞ、西村さん、どうぞ。Please pick up, 西村さん of Radio France. はい。聞こえますでしょうか？はい、聞こえます。どうぞ。はい。西村ですけれども、フランス人です。ちょっと厳しい質問させていただきます。すいません。日本の政府はいくら丁寧な説明しても、国内外信じない人がいると思われます。科学的な根拠だけでなく、独立性も重要です。日本政府への信頼性の問題があると思いませんか？また福島第一原発のでの危険さ、ごめんなさい、危険な作業はこれからも続きます。なぜそんなに早いペースで国民が帰還することを求めているのでしょうか？Thank you very much, Minister. My name is Nishimura and I'm a French citizen. The question may be a bit harsh, butNow, no matter how much thoroughly the Japanese government tries to explain the situation, there are still people who don't believe what the Japanese government says in Japan as well as outside of Japan. So I believe that explanation is necessary not only based on science, but from independent voices. Do you, Minister, think that there is a problem with regards to trust granted to the Japanese government by the public?Secondly, with regards to the Fukushima Daiichi nuclear power station, it seems that very dangerous and risky tasks will continue for some time to come. But why is the national government rushing in haste to have evacuees return to these localities? Thank you. まず日本政府への信頼性の問題ですけれども、これはもし信頼されていないということであれば謙虚に反省しなければならないところですけれども、私たちはこの食品の安全性とかという問題について言えば、これは信頼性というよりはむしろやっぱり科学的根拠に基づいて安全性というのはやっぱり議論されるべきだということで考えておりますし、実際災害の起こった当初は多くの国が規制していたんですけども、その後どん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 この事実関係が分かって撤廃していってますから、私はいずれ15の国地域もいずれ近いうちに必ずこういったものを撤廃してくれるものと確信しております。それでこれについては国際原子力機関 IAEA からもこれはもう完全に問題ないという評価を私たちはいただいているところでございます。それから、Now, first, on the question of whether Japanese government is trusted. If we are not trusted, then I should have a humble soul searching and I have to reflect upon what you say. However,
For example, when it comes to food safety and so forth, it's not a matter of trust. I think safety must be discussed and debated based upon the scientific rationale. At the time of disaster, many countries and regions imposed their restrictions. However, as time went by, they found out the facts about the food from Fukushima, and one by one, the restrictions were removed. Eventually, I believe, I'm confident that shortly, the 15 countries and regions will be eliminating the restrictions. Also from the International Atomic Energy Agency, we have received their judgment and their decision that food, our food is no problem. それから、なぜ、そういう、そういう地域に皆さん行きたがるのかと、そういう危険性があるところに行きたがるのかというご質問だったと思いますけども、まあ、これ、帰還困難区域と言ってますけども、これはやはりそこに長年住んでおられた方、そこで育った方からすれば、やっぱり思い出のある先祖代々の土地、地域、それで自分たちの思い出が詰まったところですから、そういったところにぜひ戻りたい、住みたい、それでそこでもう一回家族と一緒に生活したいと言っておられる方も大勢おられるわけで、そういった方々の気持ちに私たちは政治として応えていかなければならないと思っております。Now, the second question, why there are so many people who wish to return hastily to areas where still there is some danger? That's your question. Now, this is the area called area where return is difficult. Now, you have to think of the people who lived in those areas for many years. Those people grew up in those communities. These areas are packed with their memories, and their ancestors lived in these communities for so many centuries. So we have to cater to their memories, and we have to cater to their strong thought that they want to go back, they want to live there. I think as politicians, we have to respond to those thoughts, strong thoughts of the people of these places.ありがとうございます。大臣、時間が過ぎましたけど、はい、あと1問よろしいでしょうか。はい、簡単に、はい、一つはですね、ワシントンポストのデイニャ支局長の質問なんです。これは先ほど最後の大臣の、教訓とメッセージ、世界に対するということなんですけれども、はい、それについて彼の質問はですね、はい、私は、最大の教訓というのは、原子力発電をもう今後はやめて、再生可能エネルギーに、例えばソーラーとか風に風力に投資をするということではないかと、そしてこれこそ今福島がその方向に舵を切っているということじゃない、そしてそれを日本のその他の地域に対するお手本としてそれを示そうとしているというふうに考えるんですが、この点について大臣はどうお考えですか。Thank you very much, Minister. It's about time to close, but there are a couple of more questions, and with your kindness, we would like to proceed with these questions. The first one is by Bureau Chief Denier of the Washington Post. Minister, you mentioned that there had been many experiences and lessons learned from the experience, but isn't the biggest lesson avoiding nuclear power and investing more in renewable energy, including solar and wind? Isn't this the direction Fukushima is taking and a direction where it can now stand as an example to the rest of Japan? 原子力政策については、まあ、様々なご意見があるわけでございまして、まあ、それについては今度私たちが出しますそういったノウハウというかそれレポートからもぜひいろんなことを知っていただければと思います。ただ私の日本政府の方針としましてはですね、原発なくすということで原発依存度を可能な限り低減をすると、その上で安全性を優先して世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた原発のみ地元の理解を得て、まあ、再稼働を認めるとこういう方針であります、まあ、今のところ日本政府としてはこういう考え方でやっております。 Now I know that there
there are a variety of opinions regarding the nuclear energy policy. Now, in the report that we are going to upload on our website regarding know-hows and lessons, you will find those opinions. I hope that you will have some look at those comments contained in the report. Now, the policy of the government of Japan is that we would like to reduce our dependence upon nuclear energy to the extent possible, and we will prioritize nuclear safety more than anything, and we will have the most strict standard when it comes to nuclear safety compared in the international standards. And only those nuclear power plants which will pass this most strict standard and criteria would be allowed to recommission, with of course the public acceptance of the local people. So this is the policy of the government of Japan. はい、最後の質問です。シンガポールのストレートタイムズの、ウォルター・シムズ記者からなんですけども、大臣、これまで、原発の事故の関係で避難者、避難された人たちが、TEPCO および日本政府を相手取った訴訟を起こしておりますと、はい、でいろんな判決が出てるわけですけれども、これについての大臣、政府ということでしょうか、お立場、これらの訴訟についてのお考えはどのようなものでしょうか、もしお答えいただければと思います。Minister, this will be the final question, which is by Mr. Walter Sim of the Straits Times. There have been several lawsuits filed by nuclear evacuees against the government and TEPCO, and various rulings have been handed down. What is the position of you as the minister or the national government regarding these lawsuits? Thank you. 原発の事故に関する裁判所の判決については、今のところ地方裁判所、それから高等裁判所で政府が、というか東京電力が賠償を課せられるという厳しい判決も何本か出ております。Regarding the rulings given by the courts with respect to the nuclear disaster, I'm aware that some rulings are very tough, demanding the compensation by TEPCO. Rulings are given by the regional court or high court. I am aware of that. 個別の案件についてコメントは差し控えますけれども、いずれにしましても、こういう判決が出ているということも踏まえて、私たちは謙虚に、しかし慎重にやっていかなければいけないと思っております。I will refrain from making any comment regarding specific individual rulings and lawsuits. But bearing in mind that such rulings have been given by the judicial branch, we have to be very humble and we have to be very careful about what we do. はい。どうも大臣、長い時間本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。それでは皆様、時間となります。時間も超過しましたけれども、本日の平沢大臣によりますプレスブリーフィングを終了いたします。大臣、改めましてお忙しいとありがとうございました。皆様、ご参加ありがとうございました。どうもありがとうございます。With this, we'd like to conclude today's briefing. Thank you very much for participating, members of the press, as well as Minister Hirasawa. Thank you very much for joining despite your very busy schedule. Thank you.